少しだけ不思議な普段のお話、指先と机の間に次元、落ちこぼれた君もできすぎ、あの子も同じ雲の下で暮らした次元、そこに四次元、機械だって涙を流して震えながら勇気を叫ぶだろう。だからここにおいでよ、一緒に冒険しよう。何者でもなくても世界を救おう。いつか時が流れて必ずたどり着くから、君に会えるよ、ドド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